こんにちは。樋口一葉作濁り絵の十一回目をお送りします。同じ深海の町外れに、八百屋と紙結い床が日やわいのような細路地。雨が降る日は傘も刺されぬ窮屈さに、足元と手は所々にどぶにドブ板の落とし穴、危うげなるを中にして、両側に立てたる胸割り長屋。 月当たりのゴミ溜め脇にくしゃく二軒の上がりがまち朽ちて、雨戸はいつも武用人の立てつけ、さすがに一方口には荒で、山の手の幸せは三尺ばかりの縁の先に草ぼうぼうの秋地面。それが端を少し囲って、青じそ、エゾく、いんげん豆のつるなどを竹の荒垣に絡ませたるが、織木が初縁の原質が家なり。 要望はお初と言いて、「貧にやつれたれば七つも年の多く見えてお歯黒はまだらに生え次第の眉毛見る影もなく洗いざらしの鳴海の浴衣を前と後ろを切り替えて膝の辺りは目立たぬように小針の継ぎ当て狭ま帯きりりと締めて蝉表の内職盆前よりかけて暑さの自分を これが時よと大汗になりての勉強をせわしなく、揃えたる塔を天井から吊り下げて、しばしの手数も省かんとて、数の上がるを楽しみに、脇目もふらぬさま哀れなり。もう日が暮れたに、タキシはなぜ帰ってこぬ玄さんもまた、どこを歩いているかしらん。とて、仕事を片付けて一服吸いつけ、 苦労らしく目をパチつかせて、さらに土瓶の下をほじくり、かいぶし火鉢に火を取り分けて、三尺の縁に持ち出し、拾い厚めの杉の葉をかぶせて、ふうふうと吹き立つれば、ふすふすと煙立ちのぼりて、軒場に逃れるかの声へすさまじじ。滝しはガタガタとドブ板の音をさせて、かかさん、今戻った お父さんもつれてきたよ」と門口から呼びたつるに「大層遅いではないかお寺の山へでも行きはしないかとどのくらい案じたろう」「早くお入り」というに滝地を先に立てて原質は元気なくぬっと上がる「おやお前さんお帰りか今日はどんなに暑かったでしょう」「定めて帰りが早かろうと思うて 行水を沸かしておきました。ざっと汗を流したらどうでござんす。滝地もおぶうに入りな、と言えば、あい、と言って帯を解く。お待ちお待ち、今、加減を見てやる、とて、流し元にたらいを据えて、釜の湯を組み出し、かき回して手ぬぐいを入れて、さあお前さん、この子をも入れてやってくだされ。 何をぐったりとしておいでなさる。暑さにでも触りはしませぬか。そうでなければ一杯浴びて、さっぱりになって午前あがれ。滝市が待っていますから、というに、おうそうだと思い出したように、帯を解いて流しへ降りれば、そぞろに昔の我が身が思われて、くしゃくにけんの台所で行水使うとは夢にも思わぬもの。ましてや、 土方の手伝いして車の後押しにと親は産みつけてもくださるまじ。ああ、つまらぬ夢を見たばかりに、とじっと身にしみて湯も使わねば、とっちゃん、背中洗っておくれ、と滝地は無心に催促する。今日はここまでといたします。ありがとうございました。